グリーンゴブリンはマーベルコミック観光のアメリカンコミックススパイダーマンなどに登場する架空の犯罪者。中黒をつけてグリーンゴブリンとも表記される。緑色のゴブリンのようなコスチュームで身を包んだスーパーヴィランでスパイダーマンの宿敵。初登場はアメージングスパイダーマン第14号。武器はマシンガン付きの無人機である川掘り型の飛行メカで機関砲や ミサイルなどの武装も搭載しているグライダーに乗り、幻覚ガスやカボチャ型の爆弾で、手榴弾や幻覚ガスなどの化学剤を吹き出すタイプも、あるパンプキンボムやコウモリを模した手裏剣、レーザーバットなど、薬品で知能、筋肉、運動神経などが強化されているが、副作用によって精神が蝕まれている。初代グリーンゴブリン。巨大軍需企業。 オズコープの社長であるノーマンは、解雇した科学者が残したメモから肉体と知能を強化させる三方を発見し、それをもとに結成を開発する。しかし、結成は突然爆発を起こし、ノーマンは顔から結成を浴びてしまう。それによって、超人的な身体能力と知力を得るが、副作用で精神が蝕まれ、手に入れた力で史上最強の犯罪者になれると考え始める。 自ら開発したコスチュームと装備品を身につけて、グリーンゴブリンとなり、スパイダーマンを倒せば、犯罪者たちの間で尊敬されると考えた戦いを挑んでいく。スパイダーマンの正体が、ピーター・パーカーだと知ると、彼の恋人のグウェン・ステイシーを誘拐して、ジョージ・ワシントン・ブリッジから突き落とし、殺害することに成功する。しかし、復讐を期すスパイダーマンの猛攻に圧倒された挙句。 回避されたグライダーによる奇襲攻撃が直撃して死亡する。後に、結成の効力によって蘇生し、シークレットインベージョンでは SHILD の長官となる。アイアンマンのスーツやアベンジャーズタワーを我がものとしてアイアンパトリオットを名乗り、ヴィランたちにヒーローの偽物を演じさせてダークアベンジャーズを組織する。二代目グリーンゴブリン。ノーマン・オズボーンの息子であり、 ピーター・パーカーの親友。父のアダであるスパイダーマンの正体が、親友のピーターであることを偶然知ってしまい、復讐を果たすべくグリーンゴブリンとなる。アダであるスパイダーマンの命を狙って何度も戦ったが、トゥームストーンを相手にスパイダーマンと共闘したことも、あった。三代目グリーンゴブリン。四代目グリーンゴブリン。五代目グリーンゴブリン。ありがとうございます。